ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がメルセデス AMG GT ブラックシリーズ2022年式2000キロこちらの車両になります。はい、池田君が好きそうな車がやってまいりました。最高に大好きです。台数が非常に少ないんで、はい、まあ、東京店だけでなく、まあ、ボンド全体でも取り扱う機会は少ないですよね。商品車としてはちょっと少ないかな。ご入庫はもちろんカスタムだったりプロテクション貼ったりとかそういうのはいろいろいただいてるんですけど、まあ、商品車として扱うのはそんなないと思う。まあ、これ1台目かなだと思うのでそんな多くないです。というわけでそんなレア度も含めてご紹介いたします。はい、でまず概要からなんですけども、はい、言わずと知れたもう AMG GT の最高峰です。はい、でなんと世界限定750台、ただ P1 エディションっていう特殊な外装のやつがなんか3分の1ぐらい占めてるということで、まあ、非常に台数が少ない。で日本だともう53台しか入ってきてないらしいです。というわけで通りで、取り扱う機会も見る機会も少ない車なんですけれども、ね、なんとなくですよ、僕個人的になんか急に出てきた感があったなと思ったんですよね。そうそう、気づいたらなんか出てきたなって感じですよね。でこれ振り返ったら2020年の7月に YouTube で発表されてるんですよね。でこれなんでかなと思ったらもうコロナの真っ最中に、あ、そうですよね、まあ、発表されたということで、まあ、その辺もあってあんまりこう実写を皆さんに見ていただいたりとかっていう機会なく、はい、なんか出てきたみたいですね。でもう当然見て分かる通り、はい、まあまあもう GT3 のナンバー付きっていう感じですよ。超嬉しい。見た目だけでなくもう速さもとんでもないことになってまして、はい、当時最速だった GT2 を破って、はい、ニュール最速に君臨した車になると。現在若干プレネゼ、そうですね、世界中で取引されているということで、はい、そんなスペシャルな車を今回ご紹介いたします。はい、でまず外観からなんですけども、はい、AMG GT とはいえ、うん、エクステリアだいぶなんか専用というか、もうそうですね、もうだいぶノーマルとはかけ離れた感じになってると思います。まあ、ヘッドライトこそ AMG GT のスタンダードなものを使用してますけども、はい、うん、なんと専用バンパー、そうですね、はい、専用フード、はい、専用フェンダー、はい、ということでもう専用尽くしですね。そしていろいろ資料なんか見ましたけど、とにかく空力、そうですね、まあ、レーシング直系の車ということで、うん、もう空力をとにかく改善して、うん、まあ、有効活用している車ということで、はい、バンパーもこれすごい造形してますよね。すごいですよね。このリップの張り出しもそうだし、バンパーもこう至る所をこう空気入って抜いてっていうのを考えて作られていると思うので、このバンパーサイドもそうですし、はい、これリップに関してはもう一段なんか出すこともできるということらしいですね。はい、非常にその辺なんかももう本当にレーシングの車になってる、うん、はい、グリル形状も変わってますし、かなり大幅にノーマルの MG GT とか GTS とはフェイスの感じなんかも結構違いますよね。そしてフードはもう別物じゃないですかこれもうレーシングカーでよく見るやつですね。大きなこのダクトもそうですし、はい、空気を整流するパーツがついてたりだとか、はい、あとここはそのままなんかタービンに風を当ててみたいな。そうですね、そっちは熱を冷やす方向で入れて、ここの大きいダクトは前から入った空気をこれ抜いてる感じですよね。でこの後紹介しますけど、なんかエンジンルームの中にもフィンがあったりとか、はい、本当に空力のお化けみたいになってる車と、うん、そしてフェンダーなんかにも全部ダクトがついてて、はい、でこれ素材自体も両方カーボンですよね。そうです、はい、ドライカーボンでまとまってると。そしてこの外装のカラーなんですけども、こちらがなんかマグマビームっていう専用カラー、はい、標準じゃないんですね。標準じゃないです、オプションで。ただ、AMG のこのブラックシリーズの、まあ、いわばちょっとこうイメージカラーとして出てる、まあ、だから専用色だと思うんですけど、そういうような印象はありますね。なんかプロモーションなんかもこのカラーはよく出てきてましたよね。はい、でこれがなんとオプションなんですけども、はい、価格がなんと3桁万円、はい、104万円もするんですかこのボディカラー、はい、ただもうこの手の車なんで、まあ、このぐらい目立ってもなんか全然バランス取れてるなっていう、うん、まあ、ちょっと好みは分かれそうですけども、そうですね、まあ、非常にこの目を引くボディカラー、はい、でしかもこれソリッドなんですよね。ソリッドです、はい、メタリックとかパールとか入ってない、うん、なんか非常にレーシーなカラーに仕上がってる、はい、あと外装のカーボンのところに戻りまして、はい、まあ、フードだったりフェンダーもそうなんですけれども、この後紹介するハッチだったりだとか、はい、アンダーボディなんかにもカーボンを多用している、はい、もう本当にレーシング直系の車になっていると、うん、そして横に回ってきまして、はい、今回のお車は少しローダウンがされているということで、そうです、はい、リフターも今回ついてるんですけども、はい、それに合わせたロベルタのリフターシステムと、はい、ダウンスプリングで、はい、車高結構下がってますよね。そうですね、下がってますね。20ミリ30ミリぐらいですかね、うん、下がってる感じになってると。後からタイヤホイール変えていただいてもいいと思いますし、はい、まあ、あとはスペーサーでちょっと出づら調整してあげたりしても、そうですね、まあ、見た目的にはかなりいいのかなと、うん、
ただもうこの手の車ですから走りに関してはもう突き詰めてありますんで。そうなんです。でいろいろ資料を見たらなんかアップライト、うん、要はナックルもなんか単造のアルミ削り出しなんですよそして当然奥にはカーボンセラミックのブレーキもついてて、はい、であとはなんかスタビライザーもなんかカーボンになってる。でしかもなんか取り付けで2段階調整ということで、うん、もうサーキットに合わせて調整できるような、だ本当にナンバー付きのレーシングカーっていう感じの、本当そういう感じですね、仕上がりになってるんじゃないかなと。で、あとちなみにブレーキパッドもなんか専用品らしいです。というわけでこんなスペシャルな足回りになった。そしてあとこれに組み合わせてるタイヤがなんとカップ 2R、はい、でしかもなんかソフトとハード選べたらしいですよ。しかもこれよく見たらこれブラシルの多分絵が入ってるんですよね。あ、だから専用タイヤなんですかね。専用タイヤですよね。でもソフトとハードが選べるってもうレーシングじゃないですか、うんうん、そうですね競技車両ですよね。競技車両ですよね。市販車でちょっとソフトにしますかハードにしますかってあんま聞いたことないですけど、うん、そんなタイヤと認証マークメッセージの認証も入ってたんで本当に専用タイヤですね。当然あの走行距離少なめですから、はい、タイヤもバリヤマということでこちらが装着されております、はい、そしてあとはですねルーフなんかも当然カーボン、はいはい、あとミラーも当然カーボン、うん、そしてサイドスカートも大型のカーボンで張り出しもかなり出てますね、はい、そうですね結構ワイドになってると思います。なのでフロントサイドリア含め全部専用のエクステリアになってると。はい。そして後ろに回ってきまして後ろも同様にカップ 2R なんですけども太さがなんと335/3020ということでとてつもない太さのが収まってると。でローダウンしてあることもあってこれでも引っ込んで若干見えるっていうのがすごいですよね。そうですね確かにそして後ろはこの大型のウィングが総ドライカーボン製ですよね、はい、そしてここはアクティブで動くタイプ、はい、でなんか250キロ以上を出すと漏れなくこれが一番平らになるんですよ、うん、あとはその可変で応じてなんか上げたり下げたりあと室内のボタンでもなんか上げたり下げたりできるんですよね。そうですね。これでもあと真ん中のちっちゃいウィングは手動で手動でというかそうですね3段階で調整できるんですね。2段目のウィングに関してはもう手動ですけれども3段階で上げ下げもできると、うん、だからこのサーキットの巡航速度に応じて調整もできると、ねうん、あと当然この骨組みはアルミですけども、はい、なんとこれトランクの中まで抑えられるというか、うん、しっかりこうボディダウンフォースが伝わるような構造になっていると。そしてあと後ろのこのディフューザーも全部カーボンじゃないですか。全部カーボンですね。これすごいっすね。うん本当にお金がかかってるというか。で専用のマフラーもついてくると。続いてインテリア見てみたいと思います、はい。このドアを開け閉めで分かるとてつもない剛性感そうですねこれすごいっすよね、うん、そして内装は今回のお車はクラブスポーツ入ってないお車になるんですね、はい、でクラブスポーツが入るとフルバケットシートとあとロールケージなんかついてくるんですけども、うん、今回は割とこう街乗りでも使いやすいこちらの標準の方のシートが入ってると、はい、ただ標準でこのパフォーマンスのシートなんですよね。そうですパフォーマンスでしかも専用の多分デザインというかですよね、はい、このオレンジ色のストライプとオレンジ色のステッチが入ったこちらのシートになって、はい、でパフォーマンスのシートですから調整かなり細かくできて、はい、このランバーサポートなんかも非常に細かく調整できると、はい、あとはレーシングらしく専用のスウェード調のダッシュボードステアリング、はい、その辺なんかが多用されていると。あと真ん中に関しては艶消しタイプのカーボンになってたりとか、はい、まあ純正の元々の AMG GT らしさも残しつつ、はい、かなりスパルタンな感じの内装になっております。 そして乗り込むとステアリングはこんな感じ、うん、全部ダイナミカっすよね、はいはい、スウェード調のこちらのステアリングになってると。で各部は全部黒で仕上げられてて、そうですね、はい、非常に、あ、パドルも黒なんだっけ。そうです、なんかパドルも、まあ、クロームダーククロームみたいな感じですよね。あ、ダーククロームっぽい感じ、はいはい、非常に引き締まった感じのこんな感じのインテリアになってると。そしてダッシュボードなんかも全部スウェード調なんで反射ほぼないっすね、はい、そしてそれにつながるドア、うん、ドアもめちゃくちゃ簡略化されてて、はい、ドアポケなんかもないこちらのタイプのドア。そしてこのグリップがこのベルトになってるんですね、はいはい、これ多分あれですよね、グローブしてても締められるようにっていう、うん、そうだと思います。というわけでしっかりこの辺もなってると。であとオプションといえばメモリーパッケージ、シートのそのメモリー、あとステアリングのメモリーなんかをする、はい、そういったパッケージがいろいろオプションだったりだとか、あとその前後カメラのパッケージだったり、うん、まあ、その辺なんかも意外にある。で今回の車一通りついてる感じですよね。カメラとかはついてますね、はい、キーオンにするとブラックシリーズで出てくるんですよね、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか、はいはい、もう専用です。そして360キロ、はい、こんな感じのメーターになってる、まあ、この辺は他の AMG の
シリーズにもつながるところだと思います、はいはい、そしてあとはもう一個ポイントなのはここ、はい、トラクションコントロールが9段階でしたっけ。そうです、はい、これ R 以上のモデルじゃないついてないんですよね。そうです、 R、R プロだとはブラックシリーズじゃないとついてないと、はい、でこれ使うのにちょっとかけます。このトラコンをオフにして、はいはい、そうすると初めて有効になると、はいはい、もう全くトラコン使わないもできるんですよね。はい、できます、はい、というわけでじゃあ今日は池田ドライブでトラコンオフで走りたいと思います。オフは無理ですそしてこの辺なんか蓋はないんですよね。蓋ないんですよ、はいはい、全部カーボンのこのマットのカーボン、はい、あとグロスのこのパネルになってる、はい、あとこの辺は一緒っすよね。基本的に一緒です。他の MGGT と一緒だと思います、はい、そしてここ開けると相変わらず開けづらいという、これすっごい毎回開けづらいよねそうです、はい、エマージェンシーのキーシリンダーとあと USB、はい、こんな感じでついてます。そして天井も全部ダイナミカ、ね、はい、このちっちゃいバイザーとルーフもこんな感じになってると、はい、エクステリア の, あのインパクトが強すぎて、うん、中もそのぐらい違うのかなと思いきや、うん、中は意外にまあこれだと余計、例えばこれでトラックパックでカ ー, あのカーボンバケットシートが入って後ろにロールケージが入るともっと全然変わると思うんですけど、また印象が変わる。そうですね、だから今回は割とシンプル内装の方なんで、はい、結構ギャップがある感じ、ただ逆に使いやすいかなと。まあそうですね、はい、パフォーマンスのシートもちろん硬いんですけど、まあ、ホールドもいいですし調整も割と細かくできるんで、はいはい、こんな感じのインテリアになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクが意外に軽いという、まあ、それもそのはずですね、はい、それもそのはず、なんとリアゲートが丸々カーボン、はい、これもお金かかってますね。すごいですよね。そしてゲートだけじゃなくってこのリアのガラスに関してはこれアクリルなんですかね。アクリルなのかな、樹脂製の、あ、本当だ、はい、ものになっているということで、うん、リアも極力軽量化がされていると、はい、だとリアもう一つ大きなポイントとしてはこのウィングのこの付け根、はい、これが貫通してて、うん、このままトランクのこの下に生えてるステーに当たるということで、はい、だ本当にだからダウンフォース、うん、しっかりこうリアで受け止められるような構造になっていると。そうですね、まあ、ダウンフォース本当にリアウィングって結構効果絶大なんで、あの取り付け方法をミスるとトランクこう歪んじゃったりへこんじゃったり、はたまたこのステーの付け根の部分割れちゃったりとかあるので、まあ、これは本当に重要な部分ですよね。さすが純正です、ね、純正で本当に。そして今回のお車はトラックパッケージついてないということで、はいはい、あのすごくポジティブに言えば、うん、あの荷物がちゃんと詰める。そうですね本来ここにだからゲージが入るんですよね。ですよね、はい、だからかなりあの積載能力は下がってしまうと思うんですけども、うん、これもしかしたらゴルフいけんじゃないですか。いけそう、いけそうですね、ゴルフバッグにいけそうということで、うん、これゴルフ場に泊まってたらかなり注目の的な気がしますけど。そうですね、ちょっと場違い感もすごいですけど、まあ、いけなくはないかもしれないですね。そしてあのロールケージなくてもここと、はい、あと奥側2段で、うん、あのそうですね、ターバーが入っているということで、はい、まあ、純正でもそもそも剛性はかなり高くなっていると。カーボンですね、はい、こんな感じのトランクになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が3982cc V8 ツインターボということで、まあ、基本的には他の AMG GT とベースこそ一緒、はい、ただなんと馬力が730馬力出てる730馬力ですよ、そうそう、 FR でベース AMG GT は500ないぐらいでしたっけ。500馬力台じゃなかったでしたっけ。確かに、あ、だいぶですね。そしてトルクの方が800ニュートン、はい、そしてですねレブも引き上げられてて、うん、7000回転から7200回転までアップしているそうです。でこのエンジンの型式の方がもう言わずと知れた M178 なんですけれども、はい、これ M178 がもうそもそも AMG GT 専用エンジン、うん、ドライサンプのことで有名なんですけども、はい、そこからさらに手が加わって M178LS2 っていうブラックシリーズ専用のエンジンになってますなるほど。でこれ何が専用かなと思ったら一番大きなところではクランクがそもそも違うんですよね。あ、なんかクロスプレーンからフラットプレーンになってるということで、はい、それに伴って点火順序も違うと、うん、だから音が違うんです、ね、音全然違うですもんね。全く違う音しますよね、はい、なんか AMG の, あのドロドロ音があんまりしない、うん、そして他にも専用カムだったり専用インマニなんかも全部ついてて、インタークーラーなんかも当然大きいものになってると、うん、そしてあとはですねこれに組み合わせるミッションの方が7速 AMG スピードシフトなんですけども、はい、これも強化版らしいです、まあ、パーセントで言ったらかなりのパーセントパワーアップしてますから、ね、うん、ちゃんとそれが受け止められるミッションになってると。その結果0100がなんと 3.2 秒、早マックス325キロということで、うん、とんでもスペックになってると。
あともう一個大きなポイントとしては AMG GT ってミッション、うん、の後ろじゃないですか、はい、でそれをすごい大きい土管みたいなこのアルミのパーツで前後のこのエンジンとミッションをつないでたのをその AMG GT ブラックシリーズになるとこちらカーボンになるそうです。あトルクチューブって言われる部品なんですけど、これがなんとカーボンになることによってマイナス 40% 軽量ということで、まるでもう別の車になってると、というわけでこの辺はもうほぼ公道走行どころか多分一般 の車好きぐらいのレベルだと本領発揮って多分なかなか難しいと思うんですけども、何度も言いますけどレーシング直径でまあそのままサーキットに行っても通用するようなスペックになってると。そうですね。で某有名なレーシングドライバーの YouTube 見ましたけど、このままポンってつくばに持ってって余裕で1分切ってましたいやすごいですね。だから本当にニュール GT2 より速いっていうのはもう本当に納得だなと、うん、そんなスペシャルなエンジンになってると。あと最初に触れた通りここちゃんとフィンがあったりとか、あとここそのままラジエーターが傾いてて、はい、エアが抜けるような構造になってると、うん、あとダクトもここもそうですし、あとこっちにも専用ダクトがついてるというわけでこんな感じのエンジンルームになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょう。いいじゃん。すごいね。音がだって、その一回来ていい。音がそもそもさ、うん、AMG の63の音じゃないもん、ね。じゃないんですよね。ちょっとかけてみますか、うん。ほら、クランク違うとこんなに違うんだね。すごいっすよね。マジ。全然違う。決して音は大きくないよね。あ、そうそうですね。結構、うん、僕もこれ初めて入庫してきた時に俺静かだなと思って、うん、でまあ途中やりますけど、まあ、マフラーのバルブとかもこうオープンの時も聞いたんですけど全然、まあ、静かというか、うん、うるさすぎる。普通の63のドロドロした音と比べると割とおとなしめ。普通の63の方がよっぽどうるさいよね。そうそうですね、はい。でこのビジュアルからしたら本当にバルブ開けても拍子抜けするぐらい。あ、まあでも結構するな、はい。なんか結構するね。音質が全然音色が違うですよね。でレスポンスがめちゃくちゃいいのよ。軽い。すごい。すごいですよね。わ、楽しみ。緊張するけどなんか座った感じは MG GT なんですよ。そうね。いつもの景色だよ。いつもの景色。知ってる景色だよね。そうなんです。というわけで今回はせっかくなんで高速試乗でお届けしたいと思います。はい、ではまもなく高速道路ということでちょっと池ちゃんと久しぶりの高速道路試乗で、はい、いつぶりか分かんないですけどお届けしたいと思いますていうかいいですか、まず、はい、硬い硬いもう店でちょっと走りましたけどね、硬いですよね。普通の AMG GT でもめちゃめちゃ硬いなって思うのにさらに固められてる。硬いですね。ある程度免疫がある僕でもちょっとこれは毎日乗れないなっていうぐらい硬い。やっぱ AMG GT がもともと硬いじゃないですか、うん、それはそのまんまって感じですよね。そうね。だこの車の求められてるステージは本当にサーキットだと思う、うん、だあんまり車を車で比較するのはあってのかどうか分かんないけど、うん、例えるのがいいか分かんないけど、はい、GT3 RS だね。ああ本当そうですね、うん、でもターゲット多分メルセデスもそこに合わせてでしょうね、おそらくこの車っていうのは。もうガチガチで、ハンドル握ってないんで分かんないですけど、なんか接地感とかすごそう。いやこれ今コンフォートモードでちょっと最初高速乗るまではステアリングの要は打角に対して車のそのフロントのこう入りが遅れてくるような感じ
まあ、マイルドな感じだったんですよ。ただ高速道路入ると一気に変わるっす、はい、まだコンフォートモードなんですけど急に打角が減るんですよ。やっぱ車がすごく接地感も全体的にフロントもリアもありますし、何より車の剛性が高い。それはね、助手席乗ってても思う、硬い箱の中入ってんなって思う。ロール感とかないですよね。ないね、コーナー曲がっても、あと車が軽やか、軽いっす、軽いけど硬い。ただすごいね、これちょっともう、車のキャラクター的にコンフォートモードでこういつまでも乗りたくない。あ、池田の病気が出てきちゃってちょっとスポーツ、はい、じゃあモード切り替えしていただいて、スポーツプラスにしましょう、はい、一気に回転が、そうすると全部、はい、この辺もそうですね、マフラーも開く、はい、はい、でトラゴンに関してはオンのまんまで、今回はもうちょっとこれサーキットじゃないと使えないよね、はい、まあそうですね、はい、ちょっと怖いですよね。まあ一応段階で調整できるらしいですけど、あ、さらに硬くなってる。硬っマジで裏缶ペルフォかっていうぐらい。そうですね、これだからフルバケだったらもっとダイレクトってことだもんね。お、音すごい。パフォーマンスのシートだからまだ座ってられるけど、うん、であと音がやっぱりね全然63違う。違いますよね、うん、音色が本当に違う。ちょっと聞いたことない音色。両方言ってるよね、前と。あ、そうです、これ後ろと。まだあれですけど、さっき店内で排気音聞いてもらった時とかは結構マフラーの音っていうよりも多分フロントの吸気音とかタービンのやっぱりこうヒュー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 回る音が大きかったと思うんですけど、結構走り出すと今マフラーのエキゾーストも結構聞こえますね。早いけど全然怖くない。すごい安定してるですよ。へー、まあ、ちょっと足がノーマルじゃないので、うんうんうん、ちょっとその辺比較がわからないですけど、ノーマル乗ってみたかったね。ただ、まあ、そのスプリングに関わらず車の接地感的な部分がすごいしっかりしてるから、ハンドルに伝わってくる路面の感じとかはかなりしっかり伝わってきます。細かい凹凸も結構拾ってるっす。硬い硬いでござる。硬いですね。でもこの車はニュル、まあ、ニュルで作られてるじゃないですか。ニュルとかは正直熟練ドライバーじゃないと怖くて乗れない。なんとなくね今想像できた。今まだアクセル多分乗せてるぐらいなんですよ、うん、踏み込めないこれはすごいよね。すごいですね。あとミッションがすごくいいですね。スポーツプラスでもちろん変速スピード速いんですけど、うん、ショック少なくないですか。あ、確かに確かに。これ今シフトアップしたりしてもショックが少なくて、確かにガツンガツン入る感じじゃないね。ないんですよ。意外だね。結構スムーズで、うん、これは逆にまた気持ちいいですね。確かにこの車だったらもっとガツンガツン入ってもいい気がするけど、うん、なんか味付けとしてはそういう感じでもおかしくはないんですけど、速くてスムーズ。あと加速もさ、なんかそのハイブーストの車みたいに急にガーって立ち上がるっていうよりかは、うん、下からなんかトルクがありそうな感じがするけど、ある感じがするんで踏めないんです。あそういうことか。もうすぐに来そうで。あ、なるほどね。これね乗るとわかるんですけど、後からやっぱ遅れてそのブーストが立ち上がる感じのエンジンフィーリングじゃないんですよ、うん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 、本当にどこからでも行きますよっていうフィーリングなんで、怖くて踏めない。あ、もちろんサーキットとかすごくフラットで広いところ行けば踏めると思うんですけど、正直ちょっと行動でじゃあ低いギアで回転回してみようと思ってもちょっと簡単には踏めない。だからやっぱりこれってもうサーキットだね、この車は、うん、本当に行動一応乗れますよっていう。そうですねランバー一応ついてますよっていう、はい、そういうレベル。デートカーには正直多分僕は使えないと思います。ああ、そうね、もう乗り心地もそうですし、ちょっとそういう感じの車ではなく、やっぱ趣味性の方が圧倒的に強いかな。旅行とかロングドライブもきついよねこれは、うん、本当にただ走ることを目的とした車って感じが。そうです
ね。多分このエアロとか特にさ、この電動の、はい、これウィングポチッと押すとこの車内からも動きが見えるっすけど、こういうのとか、はい、だからもっと本当に高い速度域で進化を発揮するような車なんだろうな、うん、高速道路でも全然持て余しちゃうよね。そうですね、全然持て余しちゃう。片輪すら、うん、片輪を感じることすらできないですね、うん、これはすごいよ。ちょっと路面がこうフラットであれば少し踏んでみたい気持ちはあるんですけど。そうね、でもこの首都高の段差とかも全部ついてくる。いやそうですね、言ってもさ、ニュルってさ一応サーキットだからさ、うん、はい、まあ、一応整備されてるし、うんうん、なんかよくわからないアスファルトのつなぎ目とかないし。そうですね、うん、だからそれに比べるとこの首都高とかって、はい、もう本当にストリートだよね。ストリートですね、うん、そうだからちょっと、まあ、アスファルトもボッコボコだし、うん、つなぎ目あるしマンホールあるし。そうなんですよね、そういうとこでは本当に軽く流すぐらいしか。そうね、できないかもしれないけど勝ったか富士スピードウェイじゃない。いやそうですね本当に、うん、ただサーキット走る人はちょっと、もちろん価格とんでもないですけど、こういう車で走ってもらいたいっすね。そうね、もう空力から、うん、もう足回りも要は構造から結構変わってるじゃないですか。ピロボールになったりとか、こういう車で本当の違いを体験してもらいたいなとは思いますよね。なんか前後キャンバーも触れるようになってるんでしょ、はい、割と簡単に、うん、セッティングも詰められる。でもなんかあれなんですよね、確か車のその、まあ、AMG のこのライドコントロールサスペンションもそうですけど、減衰とかをこう4輪調整してくれて、コーナリング中とかのキャンバーが変わらないようにとか、うん、そういうのができてるんですよね確か。そうなんだ、だからこう車のロール感が少なく結構フラットで走れるっていうのは記事で読みました。でもやっぱ最高なのってこういう車って、うん、自分で走ってサーキット行って、うんうん、帰りも無事走って家まで帰ってくるっていう、それがやっぱり、ね、それはできそう、積載車とかも使わず。確かに、あとね乗り心地悪いって言ってもね、言うてこう路面とつながってる乗り心地の悪さだからね、うん、酔うような感じではない。あ、そうです、こうポンポンポンって跳ねる感じじゃないんで、うんうんうん、安いサスペンション入れて揺れが止まらないとか。そうなんですよね、ストロークすごいある SUV とかでこうずっと揺れてる感じではないんで、単純に感じではない。収まりはすごくいいんですよね、うん、収まりは良くてどっしりしてるんで。すっげえレスポンスいいね。めっちゃいいっす、速いんですよ周りが。ほんとエンジン、あ、シフト入れられないんだっけ。そうですね、そこはメルセデス。そうかそうか、はい、あとイケちゃんも言ってたけどパドルが確かに操作がメルセデス。そうそうなんですね、うん、700馬力5000万円のパドルフィールじゃない、うん、なんかすごい真面目。そうなんですよね、うん、最近のだからその992の GTCRS のパドルがすごく良くて、うん、個人的にすごい今のレーシングカーとかもみんなマグネットなんですけど、うん、そういうフィーリングですごいパチパチって入るんですよ、うんうんうん、それがすごくレーシーでかっこいいんですけど、ちょっとそういうなんかこう演出の違いというか、もうひとひねりあってもよかったなとは思いますよね。あとちょうど今石畳の上ですけど、すんげー乗り心地悪い。めっちゃ硬いですよね。悪いというか硬いだね、確かに、うん、本当硬いんですよ。乗り心地は多分いいというか、うん、あ、路面追従性はめっちゃいいと思うよ。そうそうなんですよ、うん、全部路面と一緒に車動いてる、うん、ハイパフォーマンスがゆえ、うん、もうこの車のポテンシャルに耐えうる足なんで硬いっていう。あ、ブレーキめっちゃ効くこれ。そうめっちゃ効くいや大体めっちゃ効くっていうリアクション毎回してる気がしますけど、初期精度すごい。これちゃんとあるですよね。ある、カーボンセラミックなのに。あ、もうこれパッと変えてあるってすぐ分かるぐらい違う。そうなんですよね、すぐ分かるね。これはうわ買った硬いです。うわ、でもすごいね剛性。めっちゃ高いです。めちゃくちゃ剛性高い。剛性がめちゃくちゃ高いです。あ、でもねステアリングはね緩い、結構緩い。そうですよね、結構緩い。コンフォートだと結構緩いんですよ、うん、なんかめちゃくちゃクイックな感じではないですね、うん、
車のこの剛性とすごいギャップを感じる、はい、じゃあ早速プラスにしときましょう、はい、すげえな、これはもうメーカーじゃないとできないね、うん、このエアロダイナミクスもそうだし、エンジンのそのだってクランク変えてなんてあのチューナーでもできないよ多分。できないですよね、うん、排気量アップとかさ、タービン変えてあのパワーアップとかできるかもしれないけど、クランクまで変えてって本当に、だから AMG GT ベースですけど全然やっぱ違う乗り物になりましたよね、うん、そうね、でも多分本来の姿これなんだろうね、うんとは思います、うん、やっぱり、まあ、これのベースというか、うん、やっぱフィードバックされてる部分にある AMG GT3が世界的にすごくこう活躍してる。あれ F1 の先頭走ってたのもセーフティーカーですか。そうそう、セーフティーカーか、はい、AMG GT って本当にいろんなのあるからね。そうですね、 S に C に R にプロに、うん、ナローボディにワイドボディに、そうですよね、で馬力も違って 4WS がついてるついてない、はい、あって R とプロだけ 4WS がついてるかな。そうですね、はい、でこのトラクションコントロールは R 以上ついてるよね。はい、これも本当にすごい機能。まあギリ乗れる下道。そうです、ね、僕は嫌いじゃないですよね、嫌いじゃないですけど、ただまあ、ブレーキやばいくらい効く剛性、ブレーキの剛性もすごいですよね。なんだろうねこれ、うん、すごい、ブレーキの剛性がすごい。あのね、多分300キロとかでもこうフルブレーキしても絶対止まるだろうなっていう、本当にちゃんとしたブレーキですよね。初期精度もすごくあるし、その動力に対してこう減速始める感じがあるんだけど、それがねすごい角度がついてる感じがする。ギューってこんなにってそうですよね、うん、これは怖くないね多分飛ばしても、うん、こんだけ効いたら。そしてだってブレーキ音で車これしか動かないんだよ普通もう少しさ、こうノーズダイブしたりとかさ、リバウンドがあるじゃん、はい、リバウンドないからね、はい、ピタッて。だからもう本当に車自体が車体が傾くっていうことがあんまないんですよね。そうね、平行にこう、あ、そうね、動いてる感じ。専用のチングですね。あ、本当だ。なんだろうね、色気もちょっと残ってんだよな。そうですね、そう、ブルメスターがついてたりとかさ、はい、シートヒーターがついてたりとかさ、 その凝ったパンチングが入ってたりとかさ、もうここまでいったらさ何にもなしでも成立しちゃうじゃん。しますね、うん、むしろ差し色も便利機能もいらないよって感じなんだけど、うん、多分オプションの組み立て方でだからもう何にもなしっていうのもできるし、うん、確かに。で、この上に、まあ、今 AMG1 が、うん、まあ、ハイパーカーみたいな形で出てきてると思うんですけど、それも多分おそらくこういう感じなんでしょうね、うん、また全然車のキャラクターは違いますけども、ちょっとこういうシャレっ気というか、うんうん、選べる部分は結構残してっていう、これがメルセデスらしさなのかなとは思いつつますね、まあ、GT3 があるからね。そうですよね、まあ、言ってもストリートだからね、うん、いやこれはね、でもなんかもっと来たいね。もっと来たいですね。お金無限満だったら、メーカーがこんな本気出して作った車ってないよ多分。ないっすね。後にも先にもないよね。ブラックシリーズって本当に今までずっとなんだろう、ファン多いっすよね。そうね、うん。過去のモデルとっても。歴代だってものすごい金額で未だに取引されてるもんね。そうですね。本当にまあ。全部が全部じゃないですけど、やっぱ AMG が出してるブラックシリーズって結構希少価値としてのプレネが今結構続いてますよね、世界的に。気持ちいい。でもブレーキもすごい、ほんと効くっすよね。めっちゃ効く。安心感がめっちゃ効くし、マジでほんと全部ダイレクト。あとスポーツプラスの時のフィーリング、ステアリングも含めて良くないですか。めちゃくちゃいい。ちゃんと本当素直に。わかんない、ロールケージ入れたらもっとすごいのかもしれないけど、うん、ロールケージ入れなくても全然成立するぐらい車が硬い。で、足もピロとかになってるから、すごいこういろんなものがダイレクトで、なんだろう、あ、そう、遊びがないの。そうですよね、動きが結構わかりやすいですよね、うん、余計なね足回りの遊びがない。ほら、だからこうやって動かしても
全然本当にレスポンスよくさ、そうですよね、車が応えてくれる。車の動きが本当にいいですよね。フロントの入りがまずめちゃくちゃいいのと、後ろがしっかりついてくれる感じがすごいいいですよね。全然車に遊びがないねこれ。すごい本当にね、あのローリングできるよ。そうですね、うん、普通さこう切り返す時とかってさ、お釣りじゃないけどさ、はい、ワンクッション遅れるじゃん、こう、うん、ないもんね。そうだから車も荷重変化はしてるんですけど、うん、変なこう大きいロールの動きがないから、ないないない、車が安定してるんですよ。なんかこう挙動が乱れることが少なくて、これはやばいぞ、ひげちゃん最高ですよね。これすごい。スッチー的には GT3 と比べてどうですか。あー、機敏な感じっていうか、なんだろうな、もっとシャープな感じは GT3 かなって思う。なるほど。なんかエンジンがもう前と後ろで全然違うじゃないですか、うんうん、だからもう車の大きいも多分全然違うと思うんですけど、絶対的な安定感で言ったらこっちの方がすごいんじゃないかなと。どっしりどっしりというか、軽やかなんだけど地面にすごいくっついてる感じあるし、うん、GT3、 ポルシェの GT3RS とかだともっとなんかこうシャープな感じというか、あ、これすごいね。すごいですよね。すごい、これはすごい。いや、なんかもうピターッと走るですよね。全然怖くないね、うん、じゃあ最後になりますけれども、はい、僕から感想いいですか。はい、これは傑作なんじゃないかなっていう、はい、でつい最近私ドイツに行かせていただきまして、うん、あの新しいもの見てきましたけども、やっぱりあのいいパフォーマンスだったりだとか、うんうん、もう極端なこと言ったら EV のこうなんか雰囲気も感じる今の状況だと、なかなかこういう車って今後出てこない、まあそうですよね、じゃないかなっていう気がします、うん、そしてやっぱりこういいパフォーマンスだったりとか出て、まあ、馬力だったり性能に関してはこう今後もアップの余地はいくらでもあるじゃないですか、はい、ただやっぱり重量問題がそうなんです、ね、その辺つきまとってくるんで、うん、やっぱりこういった軽量でレーシングっていう車はもう一つの区切りじゃないかな、うん、特に AMG GT はもうこれがおそらく最後なんて、はい、まあこの辺今後もおそらく評価されていく車になるんじゃないかなっていうのが個人的な感想でございます。そうですね、まあ、ブラックシリーズ、まあこれは分かんないですけど、ブラックシリーズって歴代やっぱり世界的に評価されてるじゃないですか。なのでこれも、まあ、乗って十分速いのも分かったし、とんでもなくよくこう曲がるというか、すごく空力が生きてるのも分かるんで、やっぱり走りっていう面ではこれ以上ない車だと思うので、多分まあ今後評価されていくんじゃないかなとは思うんですけど、まあ興味ある方は一回乗ってみる価値はあるかなっていう車だと思います。まあ、ぜひ乗っていただいてもいいと思いますし、うん、所有していただいて所有欲を満たす、うん、はい、存在であってもいいと思いますので、ぜひボンドカーズ東京にお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GT ブラックシリーズをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。